間に伸ばしたのに間に合うかなって思っちゃうくらい結構あのギリギリだったんですけど、でも時間配分としてはすごいうまくいったなって思います。まさに尺ぴったりね、本当にそう思います。今日は結構うまくいったなって。やっぱりね、人は経験していくとうまくなるんですね。いや本当にだいぶうまくなったんじゃないかなと思います。あとはね、ちょっと噛まないようにしたいですね、やっぱり。うん、その時間配分とか話す内容としては多分すごくうまくいったんじゃないかなって思うので、ちょっとあとはね噛まないようにしていきたいですね。本当に結構台本読み間違いが多いのでそんなに噛んでた、うん、結構台本のね読み間違いがね多い。あとなんか口がね先走っちゃってね、なんかちょっと一言足りなくなっちゃったりするんですね。そう、噛んだ印象ない、本当に。じゃあうまくいったということでジングルの入れ方がうまくなった。確かにそれはありますね。やっぱそのアプリも上手に使いこなせるようになりました、結構。今日初めてのジングル使いました。なんかのんきっていうジングルがあって、あの最後ねエンディング前に使ったやつ、つぐみさんが昨日じゃないや日曜日のねラジオトークでめっちゃ使ってたからちょっと使ってみました。かわいいよねあれあれかわいい、あれでもエンディング感ありません？結構そう、あれちょっと今後エンディングで使っていこうかなと思います。かわいい、確かにジングル使い慣れてきました。でもあのジングルに関してはね結構使い慣れてきて、いろんな種類のも使えるようになったんですけど、あの他の音拍手しかまだ使ったことなくてなんかね他に何があったかな、笑い声とかなんかいろんな機能がついてるんですけど、まだ拍手しか使ったことないのでちょっと他のもねそこは使いこなせたらいいなって思います。なんかね和風、そのジングルに関しては和風とか優雅とかなんか何だったかな、南国みたいな名前ついてたんですけど、他のジングルはまだ使ってないから。そう、笑い声ってどんなやつなんだろう、なんかそのお試しができないんですよね。配信始めてみないとそのジングルがどんな音かって聞けなくって、そうだからもう放送上でやるしかないんですよ。この名前だけじゃ分かんないし、しかもどんなジングルなのか、拍手はまあ分かるよ、でも笑い声ってどういう笑い声みたいな、もうふふふふふみたいなちょっとふふふふな笑い声のジングルいらないけどなどのタイミングで使うのみたいな感じですけど、でもガハハハな笑い声もさ、ちょっと思ってた笑い声と違うなみたいになっちゃうし、笑い声だけじゃ分かんないよどんな笑い声かだからちょっとね怖いん、やばい滑ったと思ったら笑い声、あ分かりました、ちょっとそうやって使ってみようと思いますいやそうなんだから、まだ全然使いこなせてないの、ま、少しずつあのいろんなジングルにね手を出し始めてはいるんですけど、まだ使ってないジングルがたくさんあるので、それも少しずつ使っていきたいなと思ってます。でも確かにねだいぶあのスムーズに使えるようにはなってきたかなって思います。つぐみさんわかる、私もつぐみさんの配信さ聞いてるんですけど、そいやそいやってたまにさそいやをさめっちゃ送ってくる方とかで、そそそそそそいやそいやっていやあれはねわかる、突っ込まずにはいられないですよね。ちょっとつぐみさん、そうこの前ねスタッフさんとね、そのラジオトークのねスタッフさんとすれ違った時にね、あの、まあ、今後台本とかどうしますかみたいな話もしたんですけど、そ
んかゆくゆくはもう台本とか全くなしで自分でできたらなとかって思ってるんですけどどうですかみたいに言われて、いや今は無理ですみたいな今はちょっとまだ台本ないと無理ですみたいな話したんですけど、そう、その話の最後に、あ、そうだ、あの、あと小熊さんに延長チケットの使い方を教えてあげてくださいって言われました。わかりましたって言ったんですけど、あと多分ね、その音、ギフトの音も鳴らないように設定できるんですよ。で多分私、多分その音設定してるのか、なんか初回の時にギフトの音の設定消した気がするんだよね。多分それを消せば、そいやそいやもうそんなに気にならなくなるのかなって思うんですけど、でももうなんかつぐみさんのラジオってそいやありきになってきてるじゃないですか。だからね、それはもう消さない方がいいんじゃないかなと思って、まあ、延長チケットのね使い方は多分教えてあげた方がいいと思うし、スタッフさんにも言われたので教えてあげなきゃなって思うんですけど、あのギフトの音消しは多分つぐみさんのラジオはいらないと思う。そう、やっぱつぐみさんはつぐみんの安眠ラジオってね、まあ、皆さんの睡眠を促すラジオなんですけど、そのソイヤソイヤが、まあ、いい目覚ましになっているということでね、もうラジオには欠かせないソイヤになってるじゃないですか。なのでね、あれはやっぱ消しちゃダメだと思うんですよ。そう、だからあれは残しましょう。私もソイヤがないつぐみさんのラジオはちょっと寂しいです。そう、なのでまあギフトの音はご本人が気づくまでは何も言わなくていいんじゃないかな。思います。いやでもわかる、私もねつぐみさんのラジオてかちゃんとみんなの聞いてるんですけど、ちょっとさすがにねリアルタイムでは聞けてなくって、いつもあのアーカイブで聞かせてもらってるんですけど、本当にそれぞれのねなんか特色というか色が出てきてますよね、うん、つぐみさんはね本当にもうなんか話し方からさ可愛いしさ、声が優しくてね、いや分かる、あれ眠くなる気持ち、私も今日帰り道に聞いてきたんですけどめっちゃ眠くなりました。めっちゃ眠くなりましたけど ね寝ずにちゃんと聞いて帰ってきました。はい、そう、でもなんかさ、え、どう思います、実際のところ。なんか私はね、あのみゆちゃんと放課後デートっていうタイトルで、まあ、やらせていただいてるんですけど、正直今のラジオにデート感があるかと言われるとうんといったところで、ただのおしゃべりマンじゃないかみたいな感じじゃないですか。なんかカホはさ、ポジティブってまあタイトルにも入れてて、そのコーナーの中でもねポジティブなお話をしたりとか、そうみんなの相談に乗るとかねやったりとか、つぐみさんの安眠ラジオってもうつぐみさんのその声だったりをね、そのいい方に捉えてそうやってタイトルにしているじゃないですか。もう私、え、でデート感 あるみたいな。なんかそのそれぞれのラジオの個性みたいなのは3回目になってきて、まあ色は出てきたかなって思うんですけど、私のラジオの特徴ってなんだろうって思って、デートってつけてるけどデート感があるわけではないし、なんか私なんかそういうラジオの色ありますってちょっと思ってます。はじめまして、ありがとうございます。初見の方ぜひフォローしてください。なんだ、3人の中で比べたらひときわおしゃべりなのかな。でもこれもさ、そのさっきのねラジオの中にもさ中でもお話したんですけど、そのキャラはさ自分で決めるものじゃなくて人に決めてもらうものっていう、その指原さんの逆転力っていう本の中にね書いてあるものなんですけど、
あの私全然自分のことおしゃべりだと思ってなくておしゃべりだと思ってなくて、むしろね、まあ人見知りで全然喋れなかったりとか、喋ることに対して結構苦手意識を持っているタイプなので、そうだからあの自分がねおしゃべりだなっていうのは全然思ってないんですけど、でもいざこうやってラジオやってみたら一人で1時間平気でずっと喋ってるじゃんみたいな。しかもショールームもね、今までも結構そのコメントで、もう皆さんのコメントもちろん拾っていくんですけど、なんか割と一人で喋ってることが多くて、そうだからあれ私ってもしかしておしゃべりさんみたいな全然自分でそんな風に意識したことないけど、あれ私もしかして饒舌みたいな、おしゃべりさんみたいな思って、まあ、これもねこうやってラジオだったりとか、なんか配信を通して初めて自分のことって知れると思うから、そう、なんかこれもねその自分で決めることじゃなくてみんなと一緒にやっていって初めて知る自分というかなのかなって思います。これ一生喋ってるよね一人で。なんだろう、あれ逆に人との会話は苦手だけど一人では一生喋ってるタイプかな。困るちゃんと人と会話して。いやでもそうかもしれない、人との会話は結構苦手だけど自分のこととかだと多分一生喋ってられるのかもしれない。まあもしかしたらねそれがこうやってラジオに向いてるのかもしれないし、こう自分の良さはどんどんね、まあ、自分の良さなのかはわかんないけどさ、自分のそういうなんだろう特徴みたいなのはちょっとずつねこうポジティブに変換していいなんだろう長所とかにしていきたいなって思いますね、うん、一人で喋るのはね多分そうなのかも、ラジオ向きなのかもしれない。だってびっくりしたんだけどラジオトークさ今までみんなやってきたやつ見てさ1時間やってんの私だけみたいなみんなまだ延長チケットあれ使ってないの、あれ使っちゃダメだったかなって思っちゃいましたもん。そんなことはないと思うんですけど、みんな逆にみんな30分でよく終わらせられるなってちょっと思ってました。えみんなまだ延長チケット使ってないよね、確かみんな30分とかだったから、もう私は初回であの30分で喋れないということが分かってもうね30分で収めようという気をなくしてきたよね。もう一回一応チケット使っちゃおうかなみたいなそうみんなまだ使ってないからさ、私はもう逆にみんなのこと尊敬します。30分でよく話まとまるなみたいな。だって今日やばくないですか、オープニングトークで30分終わりましたよ本題に入らず30分終わることあるびっくりした。私もねあの今日は30分で収めようと思ってたの実は。なんか前回延長チケット使ったから、なんか毎回延長チケット使うのちょっとどうなのかなって思って、そうで初回でねちょっと結構ギリギリになっちゃったから、今日は30分で終わらせられるようにしてみようかなって思ってたんです気持ちだけど、話し始めてみたらあれ待ってもう30分終わるんだけどみたいなちょっと待って、なんかそのねいつもそのメモ帳にねその日オープニングトークはこういうこと話そうとか、あの宿題トークではこれを話してで次に回すのは宿題このテーマにしようとかっていうのを全部先にメモ帳に書いてから、まあ、ラジオトークするんですよ。で、まあ、やっ
ってて、そのメモに今日のオープニングトークで話すことみたいな書いてて、でもその書いたもの全部話し終わってみて、時間見たらあれ30分過ぎてたみたいな。なんかね、そんだからさ、30分で間に合わせようって なればね、まあ、その自分が書き出したものの中からいくつかとかにすればいいんですけど、そう、でも私は喋りたいことがありすぎるわけ。私はそう、喋りたいことがありすぎるの、なんかそこから削るのが悲しい、週一しかできないのにって思っちゃうから。だからせっかくね、こう今日はこれを喋ろうって書いたから、なんかそのことについて話したかったんですよね。削りたくなかった。でだから最初始めた時は30分で終わらせるぞっていう気持ちで挑んだのに、いつの間にか喋り始めたら、あ、でもこれ削りたくないなみたいな、うん、まあ最悪伸ばせるからいっかって思っちゃう。途中から30分で終わらせようという気持ちは途中で捨てました。その結果、まあ1時間になるという、オープニングテーマ、オープニングトークだけで30分過ぎるという、びっくりですよ本当に。まあでもなんだ、それがさ本当のねラジオ番組みたいになってたら困りますけど、生放送でね。でもまあいくらでも正直伸ばせるじゃないですか。だからまあいいでしょう。まあいずれはね、こうなんかちゃんと番組の時間として設定してあのやればいいんですけど、まあ今のうちはメガネタイプのおひな様。いいですよ、どのタイミングでもかかってきてください。そう、いやだから本当に、ま、いずれはねちゃんと時間決めて、ま、その時間内で終わらせるっていうのも意識していきたいと思います。ただ今は、ま、ラジオトークを通して自分のことを知ってもらうとかっていうのを、ま、ベースに置きたいなっていうか、やっていきたいなって思うので、うん、だからまあ今のうちはまだ、まあ、時間が足りなかったら延長チケット使ったりとかして、今は自分のことを知ってもらう、あと話すことを学んでいくっていうことを頑張っていこうかなって思ってます、うん、そのラジオトーク始まる時にもね、このスタッフさんに言われたのが、いかに一つのことを話で引き伸ばせるかっていうことを言われてて、まあこう尺とかが決まってたり、例えばテレビとかでもあの簡潔にねまとめようってしなきゃいけないと思うけど、そのラジオは一つのことをいかに長く喋れるかっていうのが大切っていうふうにあのおっしゃってて、まあ、このねラジオトークなんてまさにその時間の制限が、まあ、ないといえばないじゃないですか。だからこそその一つのことに対して長く喋るっていうその経験値をすごく上げられる場だと思うので、まあそこに関してはね今は本当にそれでいいのかなって思います。だから今後本当になんか自分の番組として持つっていうことを考えた時には、まあ、もうちょっと時間配分っていうのも考えていこうかなって思ってます。今はとにかく喋ることをメインで頑張りたいなと思ってます。はい、そうでも本当にもう今日で3回目だったんですけど、あの何喋ろうかなって思う、考えるこの1週間っていうのはすごいなんかいろんな視点、自分の中でのいろんな視点が増えたなって思ってすごい楽しいし、なんかそれをちゃんとこのラジオトークの中で話せた時の達成感みたいなのがあるので、すごいやってて楽しいなって思います。
今は結構でもそのテーマが、まあ、新潟スイート通信ってね決まってたりとかするので、今後まあもうちょっといろんなテーマもやっていけたらなと思うんですけど、そう、でもとっても楽しいなと思ってます。あ、もしかして充電器バームクーヘンみたい。そうだよね、ちょっと私の食べかけで失礼しますけど、本日の新潟スイート通信で紹介したバームクーヘンはね、こんな本当にアイスみたいじゃない、こう木の棒にね刺さってるバームクーヘンで、上にねチョコのコーティングがされていて、ちょっと私の食べかけ失礼しますね。なんかこんな風にバームクーヘンの間にこのベリーのガナッシュを挟まってて、めっちゃ美味しかった。いい匂い。ちょっともう一口食べちゃおうかな。本当に美味しい。これアイスかと思った。でしょ、アイスじゃなくてバームクーヘンなんですよ。うん、パパは多分好きじゃない。なんかパパにはここのバームクーヘンを買って帰りました。なんか一切れでも売ってるんですよ。なんかそれを買って帰ってあげたんですけど、多分それすらもあまりパパの好みではないと私は今まで食べてきたバームクーヘンの中で一番美味しいと思ってるから自信を持って渡すけど、でも多分パパはこれじゃないって思ってると思う食べてくれましたけどね、ちゃんと。私はでもあそこのバームクーヘンが大好き。あの伊勢丹でも買えます。伊勢丹のね1階でもバームクーヘン買えるので、ちょっとぜひ食べてみてほしい。大好き。ここ初めて食べた時衝撃を受けました。バームクーヘン、はい、メガネタイプ。美味しかった。いやだからさ、今日もさ台本届いてさ、ほっ待って今日もアイスかって思ってめっちゃ焦りました最初。いやちょっと待って、新潟スイーツ通信で話せるようなアイスはないぞ、えどうしようとかって思ったんですけど、そういえばって思って、たまたまアイスの形してました。全然その新潟スイーツ部のために、新潟スイーツ通信のために買ってきたとかではなく、まあ、アイスに似てるというのは正直言った後付けですでも本当にアイスに見えるよね。偶然です。普通に自分で食べたいと思って買ってきたものだったんですけど、その台本見て、あ今回もアイスがやばいな、ないなって思って、なんかアイスが用意できなければ別のでもいいみたいなって言われてるんですけど、そう毎回アイスになりそうじゃない、わかる、そんなにない、だからもうあのスルーしていこうかと思ってるあまりにもアイスが続くようであれば、はい、あまりにも続くようであればもう無視しようと。あでも台本で今日めっちゃ早く届きました。このめっちゃっていうかもうめ、うん、1回目2回目よりかはめっちゃ早く届きました。夜ですけど、はい、なのでそう、でもそう早く来たけど今から買いに行けるほどの時間ではなかったけど早かったです。ありがたい。いつかクジラを、いや本当にどうしよう、なんかクジラの形したクッキーとかでいい、てかむしろそれができたらいい方だと思うんだけど、クジラの形したクッキーなんてなかなか見ないけどね。
それができたらいい方だと思ってる。おっとっと、確かにおっとっと、クジラの形してる。新潟何も関係ないや。なんか新潟限定の味のおっとっととかないかな。え、わかる。スイーツのねギフトそんなに多くないよね。私も見ました。わかる。なんかさ、おじさんのチーズケーキとかあったじゃん。いや、あれどうしよう、あれ投票で1位とかなったら大阪だけどみたいな。新潟スイーツ通信で今回投票で1位になったのはおじさんのチーズケーキです。もうおじさんとか無視していい、普通に新潟のチーズケーキ買ってくる。なんで新潟スイーツ通信で大阪のスイーツを紹介するんですか。それもおじさん無視するからね。私そう、もうでもそうするしかないですよね。でもクジラはね、あのもう他の案出てこない。頑張ってクジラの形のクッキーだよ。それ以外の候補は何も見つからない。しかもね、その台本届いてからそれを探そうものなら無理だ。もうもうガン無視していくから私。じゃ、ね、どうしようか、ちゃんと考えていかないと。これ毎回用意しないとね。でも分かんない、いずれはもうエアーになってくるかもしれない。今日は用意できなかったのでこれを食べたという想定で食レポをします。帰りに変わろうかな、その時だけ。電話越しで帰りにやってもらおうか。もう帰りの超得意分野じゃないですか、食べてないのに食リポするって。もうその時だけ帰り派遣しようかな。それかもう帰りにアドバイスもらう。台本見た時点で、あ、これは今日は用意できないのでエアーでやります、帰りに電話しようみたいな。帰り今日さラジオ部でさ、ちょっとこれの食レポしなきゃいけないんだけどないから、ちょっとエアでやろうと思ってて、帰りこれエアで食べたらなんて言うみたいな。もう一回電話しよっかな、もう。もうね、あ、これはこれで帰りもう帰りの番組じゃんそれ。いや、もうだからどうしようかな、これからラジオ。でもさ、今日クジラ食べないとなんだけど。それは帰りもびっくりなんじゃない。それは帰りもなかなかエア食リポ難しいと思うよ。でもできんだろうな。何食わぬ顔で喋ってそう、想像つくもん。え、ちょっとあれなんだっけ、アイドルってなんだのロケで、あのカットされてた部分なんですけど、あのアイドルとはバズだっていうところでさ、あの私たち4人で新聞社さんにお邪魔した後テニーさんに戻ってきて、あの8人でねロケしてた時に、帰りも一緒だったんですけど、なんかあの私たち4人はさロケに行った後だったんだけど、後から来た4人はロケ行ってなくて、本当にもうその SNS の回だけのために来てくれたのね。それで、あのそしたらどっちだったかな、中岡さん、いやコカドさんかな、コカドさんが会議に、会議はその日はロケ行ってないんですよ、行ってないんだけど、会議に今日どんなロケだったって言ってて、そしたら会議なんて言ってたかな、なんかプールで泳いだみたいな、なんかちょっと忘れたけど、なんかこの真冬に泳ぐロケしてみたいな、中岡さんがすごい頑張って泳いでてみたいな、本当にロケ行ったのかなっていうくらい、いやそう、もう食レポにね限らずね、ついにねエアーでロケし始めたんですよ。
もうえそうこっちも歯です、本当にすごいなんか半分現実見ありながら半分嘘みたいなのを話し始めて、そう中岡さんがすごい頑張って泳いでてみたいな話をしてて、こんな真冬に泳ぐロケあるかって思いながら、でも本当に本当になんか言葉に詰まることなくすぐ言うから、本当にしたのかなみたいな思っちゃうぐらいで、どうなってんだろうあれ本当に、もう食べ物じゃなくて、いやすごい、いやすごいよ本当にあれできるの。そう食リポに限らずロケまでしちゃうから怖いよねもういやもうなんかそういうさカットされてるけど、うん、面白いところとかがいっぱいあって、すごい放送してほしいところばっかり。アイドルとは嘘つきだ、そんなことない、それ帰りだけそんなことないよ、帰りだけだよそれ曲聴いてないのに感想言いそうそれはねもう天才、こっちが適当に作ったタイトル言ったらそれどんな曲か多分言ってくれる、そういうネタありそうですよねたぶん勝手に曲作ってくれるわ、頭の中で勝手に曲作ってくれてそういう感想言ってくれると思う、だからこっちが多分どんなに無茶な曲のタイトルもうそんな曲絶対ありえないだろみたいなタイトル作っても多分その曲の感想を言ってくれるんだと思うちょっともう面白そう、そういうゲームできちゃうぐらい面白そうな何がいいかななんか犬の裸足犬の裸足っていうタイトルの曲聞いてどう思ったって聞いたら多分適当に適当に感想言ってくれると思う、いや本当に犬の裸足って何いそういうもうわけのわからないタイトルとか言っても多分何でも返してくれると思うすごいよこれ、なんかもう芸人さんのネタにありそうだよ誰かやってほしいっていうぐらいすごい、いやほんと面白かった、どうしようほんと、そうだよね、話は戻ってラジオの食リポですよね、今後ほんとにどうしようか、てかまあその食リポ含めだし新潟スイーツ通信だけじゃなくてね、いろんなコーナーもやっていけたらなって思います、そうだ今日ねネイルを変えてきました、インスタ見てくれましたか、インスタに投稿した、めっちゃ可愛くない、ちょっと春っぽくしました、可愛い、私のお気に入りの指はこれです、お花を作ってもらった、めっちゃ可愛い、かわいいねめっちゃ、もうね昨日大変だった、昨日の配信見てくださった方はね昨日の私の爪の悲惨さ見てくれたと思うんですけど、もうバッキバキだったんですよ、もう信じられないぐらい割れてたんですけど、もうそれがこんなにねなんか長さ気にならないぐらい、この指がもうすごい折れてたんですけど、もう折れてたのが気にならないぐらい、周りも同じぐらい短くなってる、全然気にならない、すごいですよね、こっちのね指も地爪ごとなんかペラっていってたんだけど、
全然なんともない。かわいい。このね、花がめっちゃ好き。ここがかわいい。嬉しい。そう、それでね、今日はあの昼間にネイルに行って、その後妹が学校午前中とかで終わりだったので、その後合流して、そう、買い物に行ってきて、いっぱいね写真を撮ってもらったので SNS を頑張ろうと思います、はい、この前と同じ店に行きました。そう、同じ人にやってもらった。そうです、結構立体的。そうだね、こことか、なんか全部、今回は全部の指が立体です。このここもなんかリングにしてもらってるから、確かに全部の指が立体だけど、なんかむしろ立体になればなるほど丈夫折れはしないから、私は結構こっちの方がいいかなって思っちゃう。ちょっとね、このパーツがね取れないかだけ心配なんだけど、パールとかだけど、こっちはもう全部そのまま固めてもらってるから、こっちはね多分全然大丈夫。むしろ折れにくくなるから、厚みが出る分。そうなので、むしろ全然ありです。まあ、不便なのかもしれないけど、全然あり、かわいい。え、もうね、そう、爪、そうなの、あんまり薄くしちゃうとね、もうやってる意味ないぐらいペナペナになっちゃった。そう、せっかくかわいいのやってもらってもね、ペナペナになってすぐ折れちゃったらすぐダメになっちゃうから、むしろもうガッチガチに固めてもらってます。ガハハガチにしてもらってます。かわいい、かわいい。ジャガジャガジャしてます。そうなんですよ。でもこの店はそんなに高くない。もうなんか毎月行かなきゃいけないからさ、なるべく抑えたいんで、なんだけど、その自分のやりたいデザインみたいなのを伝えて、なんかさ、なんていうの、なんかもう元からこういうデザインですよってあるやつ、カタログみたいな感じでなんかやるやつ、定額ネイルとかだともうちょっと安いんですけど、やっぱなんか自分のやりたいさ、デザインをやりたいから、でもそうなるとちょっと高くなっちゃうんだよね。でも毎月てか、なんかもう毎月行かないと爪が死ぬんですよなんか伸びちゃったとかの以前に折れてから行くので、私結構そう、頑張って1ヶ月しか持たない地爪が。だから月1で行かなきゃいけなくなっちゃうから、なるべくそのやりたいデザイン、つけ放題のプランでなるべく値段を抑えられる店を探してる。で、今のところは2回目、前回と今回でやってます。頑張って。そうなんです。でも毎月さ、次はこのデザインやろうとか考えるのは楽しいし、でも月1って考えたらそんなにでもないかなって思うので、なんかね、週1ぐらいで通わなきゃいけないとかだったらかなり高いよ、お金出せないけど、月1の出費だったら別にいいかなって思っちゃうし、なんかその自分でねネイルしてた時もあったんですけど、セルフネイルなんかよれたりすると気になっちゃって、なんか削れちゃったりとかするとさ気になっちゃうから、なんかそれよりもね固められてる方が
口爪固くなるしと思って、もう一回やったらやめられないのね。意味が分かりました。なんかその依存的なやめられないじゃなくて、物理的にやめられなくなったやめたら私の爪が死んじゃうと思って、そう、依存的やめられないじゃなくて物理的やめられないだった。ネイルしてるとき話できないと気まずくなりそう。私のその2回連続やってもらってる方はもう本当に何にも話さないです。何にも話さない。なんかその画像、これをやってほしいですっていう画像をエアドロップで送るんですけど、送ってそのお店の方の携帯でやってもらう、その画像見ながらやってもらってて、なんかこここうなってますけどこうしますかみたいな、そのネイルに関する話しかしなくて、その方はもうプライベートなこととかも一切聞かれないから、何にもしゃ、もう今日に至っては何にも喋らなかったから私もその片手やってもらってる間、もう片方の手でずっと携帯触っててツイッターとか更新したりとか、そう寝てたりとか全然普通にやってます。多分ね、それは、ね、店員さんによるんだろうなって思いました。なんか隣の方はめっちゃ喋るタイプの方で、それも全部お店の方側から話しかけてきてくれてたから、ほんと人によるなって思って、だから美容室以上にね困るよね、対面だからね。髪染めるのもそういう意味でやめる。あー、物理的理由でもそうだよね、プリンになったら困るから髪染めると、もう一回染めちゃったらやめられないって、もそうだろうね。それもあるから私髪の毛までは染めに行けてない。ネイルはまだやってるけど髪の毛ね、確かに同じ理由だよねきっと。指名はなんか私の店はできなかった。てか2人しかいないの2人しかいないから2択のどっちかで、2回とも同じ人だったんだけど、もう一人の人はめっちゃ喋る人だっていうのは分かりましたもういいけどね。でもなんかもうちょっといいネイルサロンを探したいところです。髪の毛ね、分かる、髪の毛ね染めたい気持ちもあるけど、どうしようかね。でも確かに髪の毛もそういう理由で絶対月1で行かなきゃいけないことを考えたら、なんかネイルも髪の毛も月1で絶対行かなきゃいけないっていうのは結構しんどい結構しんどい、でなんかネイルもなんかあまりにも伸びたらね、さすがに自分で行くんだけど、折れたらもう絶対的に行かなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。でも折れなければもう本当にこれ以上限界だっていうところまで伸ばしたいっていうか、なんかちょっとめんどくさいなって思っちゃう。でもさ、髪の毛ってさ、まあプリンが嫌だったらね月1で行くんだろうけど、正直さ、なんか折れるとかはないじゃない。なんか自分が別にこれでいいって思ってればさ、プリンの状態でもねいいって思ってればさ、行かなくてよくなっちゃうじゃん。そう、だからちょっと髪の毛は私の性格上ちょっと無理なんじゃないかなって思っちゃう継続していくって。そう、髪ね、でもまだ今はネイルで満足してる。なんか研究生の間はさ、髪の毛染めるのもネイルもさダメだったからさ、なんかそれが解禁されて別に両方は行かなくてもいいかなって思って、
ネイルできれば今は満足っていう感じです。でも染めてみたい気持ちはあるよ。ていうかその辞めた後にねやる仕事によるじゃないですか。髪の毛染めれない仕事とかだったらさ、アイドルのうちにいろんな髪色楽しんでみればよかったなとかってなると思うから、そうっていうのを考えるとなんか染めてみたいかなって今はそんなになんか絶対染めようみたいな気持ちはあんまないから。ピアスは開けない、それは大丈夫、イヤリングで満足してるそう、なんか地毛がねそんなにね暗くないからね、あんまり染めて明るくしようっていうのがあんまないんだよね。そうだね、なんか爪はネイルに行ってみて初めて地爪が弱いことを知りました。髪の毛はしなくてもわかる、あの染めたら毛なくなるんじゃないかっていうぐらい元から髪の毛がないから怖い、なんかちぎれて全部なくなりそうっていうぐらい、もう髪の毛は弱いのがわかってるの今でもだから爪はねやってみないと、自分がこんなにも地爪弱いって知らなかったんだけど、髪はもう分かってるからちょっと挑戦するには勇気がいる。困るよこれ以上髪の毛少なくなったら今しか染められないんだったら、そう、その次のねお仕事とかを考えた時に今しか染められないんだったら染めるだろうけど、そう髪の毛なくなったら困るよ。だから今はそんなに髪を染めたいってならない。でも今日さ高校生でさ、もうその高校生がみんな卒業式とかさ、あと卒業式見送る側のさ 1,2 年生とかで街がさもう高校生で溢れててさ、高校生が髪の毛染めてんのを見るとさいいなってちょっと思っちゃうなんかメンバーが染めてるのはね別になんか私は染めなくていいかなって思っちゃうんだけど、高校生が髪の毛ねピンクに染めてて、今日会った人が髪色かわいいって思って、なんか制服派手髪に制服って素敵だなって思って、もう別に自分現役でもなんでもないし派手髪にしたいとも別に思ってないんだけど思ってないけどなんかすごい素敵だなって。そうピンク、あのねそんながっつりピンクじゃないよ、あのピンクが入ってるピンク感ちょっと強めなブラウンみたいな、可愛かった。まあ、ピンクじゃないですよ、やばプリキュアみたいなあんなもピンクな髪の制服の人は見たことないです、その方ではないですけど、めっちゃ可愛かった。そういう髪、あ卒業式のために染める人ね、新潟にそんなのありな学校あんのかな、私そういうのがダメな学校しか知らない。7色に染めた JK 怖っ、それ怖っそういうのはね憧れますけどね。でも別に今はいいかな、その分ネイルはなんとかするネイルはなんとかしようと思います。毎月
そう、なんかでもね、私の妹高校生なんですけど、今日妹とそれでお出かけしてて、なんか街が高校生で溢れてるんですけど、なんかその街にそこら中にいる高校生がみんなキラキラしててね、それこそ髪の毛染めてたりとか、なんかメイクしてたりとかして、でも私の妹髪の毛もね染めてないし、メイクもほとんどしなくって、なんか妹ってさ永遠に妹じゃないですか。そんなん自分の妹が急に姉になることはないじゃないですか。なんか一生妹だから、なんかもうずっと子供に見ちゃうんですよ。しかも結構年が離れてるから、なんかずっと子供に見ちゃうのね。なんか自分の妹高校生なんですけど、あの街にいる高校生とあんた本当に同い年っていうぐらい、なんかそこにいますよ、寝てます本当に同い年っていうぐらい、なんかキラキラ度が違ってひどいでもね本人も自覚してるんだって。なんかどうして私こんななんだろうみたいな言ってて、そう、なんかね、まあ、顔がもともと幼い顔の作りなのもあると思うんだけど、でもね、なんか春休みはね頑張って垢抜けをしようとしてるみたいです頑張ってる。だからメイクと髪の毛を巻くのを覚えなって言いました。髪型ね、前髪とかから多分変わってくると思うから、髪型から街に遊べれてる高校生と違うんだよきっとって言いましただから姉がさ、どん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 自分のいらないメイク道具をどん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 妹に横流ししてるけど、そもそも妹ではメイクにあんまり興味を示してないから全然メイクしてくれないでもちょっと街にあふれてる高校生があまりにもキラキラしてたので、さすがに高校生である自覚を持ってほしいと思いました。とかいう私も別に高校生そんなキラキラした人じゃなかったんですけどね、全然ちょっとじゃあもう時間もね、また喋りすぎた。私さ一生喋ってんじゃん、10時からさ、怖っ。普通に10時からラジオトークして、11時からショールームして、また1時間喋ってんの、ずっと喋ってるじゃん怖っ。ランキング読みます。13位ファントムさん、ありがとうございます。12位はキャン君さん、ありがとうございます。11位はマーチンさん、ありがとうございます。10位はアヌアット・モングコル・ウォングサークルさん、ありがとうございます。9位はヨッシーさん、ありがとうございます。8位はラーマさん、ありがとうございます。7位は今夜が目指さん、ありがとうございます。6位はヒーローさん、ありがとうございます。5位はトッシーさん、ありがとうございます。4位はタカさん、ありがとうございます。3位はホッシーさん、ありがとうございます。2位はトシさん、ありがとうございます。そして1位はナベチーさん、ありがとうございます。一生喋ってましたー一人でね喋るのは永遠に喋ってるみたいです。というわけでぜひあのラジオアーカイブの方も聞いてください。あとおしゃべり会の受付も待ってます。こんなにね喋る人だからね、みんな私って、みんなおしゃべり会にも来てねというわけでありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。
これ全然切れない。